はようございます。8月26日、気温は 29.6、湿度 90%、 室温は 24.7、 湿度 18% ですね。30度は切ってますが、まあ当然、まあ、30度は超えますね。今日も今日はいい天気です。爽やかな感じのいい天気です。はい、豆は静かなようですね。マンデリンベースのブランドです、はい、今日の格言、この病気になってちょっと弱気になってる感がある、格言ですね。疲れが取りにくいのが当たり前を認めれば楽になる。疲れが取りにくいのが当たり前に認めれば楽になる。業種的にはこんなはずじゃなかったと思うんですよね。病気はとっとと治る、復活するつもりでいたにもかかわらず長引き、あれなんで治らないのかなっていうふうに思う。そんな感じですよね。まあ若い時は当然治るのはとっとと治り、すぐ復活するんですけど、今はそうはいかないということはちょっと悲しいですね。だからそういうもんだというふうに、まあ、認めれば、まあ、その分だけ、基本的に楽になるかなというふうに思うわけです。なんだこれ差しますですよね。病気になると自分の体力のなさが感じられるわけですよ。こんだけ体力ないんだな、体力なくなってんだなというのを感じるわけで、それをこう思うとあれですよね。ちょっと無理しないようにしなきゃいかんのかなという気はしますよね。ただこの無理しなきゃ、しないようにしなきゃっていうふうに思えるか思えないかって、やっぱり実際にこうやって、体力が戻ってこない、この病気からちょっと復活が遅いみたいなのを自分で実感すると、昔とは違うんだなというふうに、まあ自分で納得するわけなんですよ。だからそういうことを何回か経験すると、より、人間は慎重に、行動するようになるからいいんじゃないのかなという気はしますよね。
それまではだってあの病気から復活するのはすぐのことだっていうふうにまあこう頭の中では描いちゃってますからね。なんでかっていうともう20年も30年も病気らしい病気には共になったことがなくて、そうすると20年30年前の経験、つまり、ちょっと、風邪ひいてもちょっと寝るとすぐ治ってしまう、その時の経験しか存在しないので、そういうもんだと思ってるわけですね。だけど現実今回でもまあちょっと早めに寝るようになっておるにかかわらず、未だにここまで、なんつうんですかね、体力が戻ってこんとかを見ると今の実力っていうのは多分こういうもんなんだろうなという気がします。だからその今の実力がこういうもんだというのを、まあ、本当に肌で理解しようと思ったら、実際に、病気になって、体力が戻らんことを実感することだと思うんですよね。最初はこんなはずじゃなかったって思うと思うんですよね、人は。まあ実際僕もそうなんですけど、こんなに、戻らんわけないと思うわけですよ。だけど現実にも戻らんわけですよ。だからそれをもう認めざるを得ないわけなんですね。そうすると逆に言うと、それを認めちゃえば、次からはもうちょっと慎重に、なるようにすればいいわけですよね。結局自分が丈夫だと思ってるから、ギリギリまで無理して、そして、風邪ひきで、体力奪われた状態で結局もたもたするわけですよね。だからその前段階で無理しないようにすりゃいいわけで、ギリギリまで無理するから今回みたいにもたもたと治らんでうだうだしとるわけですからね。そういうことを今回の風邪では体験できたということです。まあとりあえず無理しないようにしようというふうにまあ思いますよね。
コーヒー入りました。はい、静かな夜です。代表の方は体調どうすか？私の方はだいぶ良くなってきました。あ、本当？うん、してはおると思うんですけどね。あんまりなんか良くなってる感じはしないですよね。あ、そう。うん。はい、運動系付きいっぱいをかなわくですね。はい、8月30日、オークション終了でございます。で、次のオークションが水出しコーヒーの、器具になっておりますので。あれなんていうんですか？え、水出しコーヒースタンド。あ、氷出しコーヒースタンド、氷出しコーヒー、氷出しコーヒーセット、セットだったかな、はあ、です。まあ、それに関してはあれですね、結構かっこいいよね。かっこいいですよね。一応今回かなりいいですよ。これはなんとコーヒーが10個もついてきてしまう。10個つけたの。はい。あ、そう、もうこんだけつきます。水出し用のね。一応水出しコーヒー、水出しアイスコーヒーなんですけど、一応これ氷出しコーヒー専用コーヒーというふうに触れ込みで、じゃあラベルが水出しアイスコーヒーじゃダメじゃん。いいじゃん、そんな気にしないよね。専用って言ってるぐらいだったら専用にしないと、ラベルだけでも、うん、いいのいいの。まあ、10個、つくという感じでありますか。ね、ドリップバックスタンドでもないもんね。なんかね。結構活躍します。はい、ということで、そういうのが次のオークションで出ます。